豊中の皆さん、こんにちは。豊中の皆さん、こんにちは。4月12日金曜日、エキスト集まれの時間がやってまいりました。伊藤かな子です。よろしくお願いします。さあ、とくちゃん、はい、リニューアルしまして1回目となります。エキスト集まれ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう春らしい気候が続いていて、ありがたいです本当に、ね、ありがたい、ありがたい、ありがたい。もうバーベキューめっちゃやってきたんで、そっか、服部緑地で人いっぱいでしたよ。やっぱそうなんだ。予約もなかなかね、取りにくい状況になってるかも。パンパンでね、もうボールとか持ってったけど蹴る場所ないぐらいの、そんなに谷合いの原っぱ。いや、ね、みんな公園とかね、ピクニックに行きたくなる気候ですから、ちょうどいい情報を今日は教えてくださいね、はい、そうなんです、はい、ね、桜の、ね、花をまだちょっと残ってますよね。そう、今年結構長く楽しめてますよね、はい、なので、まあ、それにちなんだというわけじゃないんですけれども、うん、イベントを、ね、ご紹介したいと思います。こちらでございます。じゃん、はい、春の祭典フードフェスティバル大花。はい、大花と言いまして、うん、まあね、今年で3回目のイベントなんですけれども、はい、岡町の、ね、原田神社のあたりでね、ほう、食べ物と、うん、ドリンクとライブが楽しめる、ね、おお、めちゃくちゃいい組み合わせじゃないですか。最高の掛け算だと思います、ね、いいですね、掛け算、掛け算、足し算じゃない、掛け算ありまして、うん、この週末にね開催されるんですけれども、はい、昨年と一昨年ね、うん、豊中報道2でもね取材に行ってるので、はい、この番組でもう先に予習しちゃおうという、はい、いいね、魂胆でございます。はい、はい、場所ですけどね、はい、もうドシンプルですね。なんかすごいここあれ爆弾が埋まってるわけじゃないですね。違います、もうここでも確かここが言ったら楽しさのバッチリです。あ、そう、確かに、はい、ね、なってます。岡町駅のもうほんますぐ横ですね。はい、はい、でできてるんですけどもね、うんうん、昨年のね様子をご紹介したいと思うんですが、はい、ちょっとこれいきなりもう鳥居前に、そうです、 DJ ブース、はい、もうねありましてね、いいですね。僕がねこれ去年伺ったのがね12時手前ぐらいだった、まだイベント始まったところだったんですけどね、もうすでにね、もう音楽ガンガンなってまして、これルリホールとフトン藤井の、はい、とのギャップが、ギャップが半端ない。あ、でもね、フトン藤井の方もね、結構こういうイベント好きなんですよ。そうなんだ、はい、好きなんです。フトン藤井好きなんですよ。すごい、もう、はい、老舗館の前でこの現代な感じ、はい、楽しいね、もう音楽がすでに繰り広げられているという状態でして、で、まあね、鳥居から入ってったらね、うん、中にお店がたくさんあるんですけど、結構ね、もうすでに人がね、そこそこ行ってはりまして、これも始まってすぐのね、もう本当すぐの状態なんですけどね、はい、おー、にぎわってますね。にぎわってますよね。でね、中にね、うん、出してはるこの屋台っていうんですかね、はい、商店街の、うん、お店がね、結構ブースを構えてはりまして、はい、なるほど、これね、岡町商店街の一輪さんっていう、ね、お店が出してはるブースなんですけど、はい、サザエって書いてるんですけど、サザエのつぼ焼きを、たまらんこれ、もうね、なくなったらお店から持ってくるぐらいの勢いで勢いでバンバン焼いてはるし、すごい美味しそう、ね、それからね、この一輪さんの向かい側に、うん、昇進亭っていうおでん屋さんがあるんですけれど、はいはい、このね、おでん屋さんの出汁がめっちゃうまいんですよ、うん、おでね、その出汁を使っているか知りませんけど、はい、豚汁、豚汁、豚汁やばい、ね、うわ、もう最高じゃないですか。これ一味、一味、一味、僕一味派なんで、一味、私も一味派、ガンガン、ガンガン振って一味より一味、一味いいですね、めっちゃ美味しかったです。はい、いいですね、うん、で飲み物も、飲み物もしっかりね、はい、いただけるっていうことで、これね、はい、商店街の中にある、ね、稲城区酒店っていうね、はい、酒屋さんが出してはるドリンク、通りでね、スミノフあったり、ミノービールもある、ミノービールとかね飲めるんですよ。いいですね、生ビールももちろんあるし、そうなんです。で、ミノービールだけかと思いきやですね、うん、オリオンビールも飲めるっていうね、別のブースで、ビール好きは最高だ、最高ですねお祭りですけど、はい、でね、伊藤さんもそうですけれど、はい、じゃあ子供と一緒にっていう場合もあると思うんですけれど、はいはい、うん、ちゃんとね、お子さんも楽しめるようになってまして、はい、これね、上神殿にあるね、プロスパーさんっていうね、はい、シフォンケーキ屋さんなんですけれど、はい、ここでね、ケーキとね、はい、マンゴージュース売ってました、はいはい、マンゴージュース、これなんか普通のよりすごい美味しそうに見えるんですけど、ものすごいぎゅうぎゅうに絞ったやつで、めちゃくちゃ甘かったです、はい、すごい美味しそう、いただきました、はい、また値段も
ジュース150円、シフォンケーキもさっき180円が150円になってて、うん、そうです、ね、お小遣いでも買えちゃうぐらいですよね。でも本当その通りです。へえ、はい、嬉しいな。ゆっくり楽しめますし、で、まあ、お腹が満たされたなと思ったら、はい、雑貨とかね売ってるんですけど、これはね、これは何ですか？これね、豊中松前昆布本舗っていう、ね、昆布屋さんのね、はい、昆布とか煮干しとか煮干し、はい、お土産にね買っていただけますし、いいですね。おじいちゃんおばあちゃんも嬉しいですよね、はい、嬉しいです。でね、あとは雑貨とかね、あ、いいな、これこれね、もう本当安い500円とかね、本当だ、お手軽な値段で、で、まあ、さっきお子さんの話出ましたけれど、はい、キッズネイルとかもね、うん、うわこれめっちゃ人気なんちゃいますか。すごいですよね、どこの祭り行ってもものすごい人気ですよね。最近ね、うん、お母さんたちがしてるの見てて、うん、ちっちゃい子もみんなしたいんですよ。やりたくなっちゃうんですよね。そう、はい、いいですね、うん、という感じでね、やってるので、うん、で、まあ、これ帰る、そろそろ帰ろうかなって1時前ぐらいの様子なんですけどね、はい、うん、さっきの鳥居の前あたりに人がわーって、すごい人ですね。どうしたのかなと思いましたら、アリュールっていう女性グループの方がイベントされてまして、いいですね、花があって、はい、うん、なのでさっきの DJ もありましたけど、はいはい、こういうねダンスとか、ね、はい、歌とかね、いっぱいあるので、いいですね、はい、楽しんでいただいて、小さい子からもお年召した方まで、そうです、みんな楽しめるイベントということで、本当にあんまり考えすぎずに、もうシンプルなんで、うん、はい、もう食べてください、はい、もうね、うまいです。わ、これは何やばい、これこれ目に毒ですよね、 これね、もうビール飲みたなる、ね、直接胃が反応しますね、はい、脳みそ胃が反応しますね、糸口が反応、はい、反応しますね、はい、で、ビール飲んでいただいてね、うわ、もう最高、スタウト、これスタウトそうそう、スタウトボスザル、これ、ね、これちょっと遊びに行ってるじゃないですか、もう、ね、取材として半分遊びに行ってるんですけど仕事でございます。いや、それぐらい楽しいイベントということですよね。本当に楽しいので、はい、はい、ぜひぜひ行ってみてください、はい、今週の日曜日、そうです、14日です、はい、行ってみてください。さあ、それではですね、今日もスタジオにゲストにお越しいただいてますのでご紹介したいと思います、豊中出身在住のシンガーソングライタータカさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。イケメン、イケメンねえ、スラッとイケメンですよ、はい、かっこいいです。ねえ、タカさん、ちょっとどんな方なのかっていうのをちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、5歳からサッカーされてたんですって。そうですね、5歳からずっと、うん、ほぼサッカーだけしかしなかった。おー、私社会人までされてるもん。すごい、もうプロ、プロね、ガチ勢ですよ。プロこう目前な感じですけど、すえ、そこから2016年、はい、からミュージシャンとしてスタートされたんですけど、3年前ですよ。めっちゃ最近サッカーからまたね、こう音楽に来られたわけで、はいはいはい、ちょっと詳しくはまた後でゆっくりお伺いするとしまして、はいはい、豊中ご出身ということなんですけど、ちなみに何中なんでしょうか。豊中16中に16中、はい、18中中の16中です、はい、どのあたり。あ、すみません、ありすぎてこの間回ったんですけど、すみません、忘れてます、ごめんなさい。どこやったっけ、ね、はい、見てらっしゃる方は、ね、あっしょーっていう方とかね、はい、いらっしゃると思いますけど、はい、でこのサッカーずっと続けてこられて、はい、音楽の世界にということですけど、やっぱりこのサッカーの経験があってこそ、それが生かされた音楽活動になってるんですか。やっぱ今まで音楽で励まされて、やっぱスポーツで励まされたと思うんですけど、はい、うん、それをまた次僕は音楽で応援できたらなという思いですよ、させていただいてます。いやいやいや、ちょっとまた普通のミュージシャンとはね、うん、違うかもしれない、ね、思いが、うん、励まされてる度合いが半端ないから。そうですよね、ねえ、歌にしっかり反映されて乗ってるでしょう ねえ。そんなタカさんですけど、先月3月31日に新しいファーストミニアルバムがリリースされたばかりなんですよね、はいはい、すごい。なんというタイトルですか。ファーストミニアルバム始まりというタイトルです。あ、はい、いいですね、こちらですね、でこれを記念しましてね、同じ日にワンマンライブも開催されて、全17曲も披露されたということで、はい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 、会場の皆さんどうでしたか。もうすごいたくさんの方に来ていただいて、うん、楽しんでいただけたんちゃうかなと思います。はい、もう後ろにも写真ありますけども、はい、ほんとたくさんの方が来られてね、もうタカさんの歌声とこのルックスに魅了されたわけですけども、うんうん、その歌声、どんな歌声なのか気になりません。ねえ、気になりますよね。でしょ、今日はこのスタジオで生演奏、生歌を披露してくださるということで、今日は何という歌を、勇気を持ってっていうファーストミニアルバムに入ってるんですけど、はい、4曲目に入ってる曲を歌わせていただきます。はい、はい、それでは準備をお願いいたします、はい、します。いや、もうね、サッカーできて音楽やってて
あのルックスですよ。かっこよすぎですよね。モテるに決まってるじゃないかというようなね。ちょっとずるいですよね。ずるいですよね。僕に1個ぐらい分けてほしいですね。ね、はい、いやでどんな歌声なのか、はい、早速歌っていただきたいと思います。シンガーソングライタータカさんで勇気を持ってです。お願いします。そんな暗い顔をしてどうしたのと僕は聞くけど黙ったままの君が思い口を開く変われない自分が嫌で涙流し声震わせ僕に打ち明けてくれた。もう大丈夫これすごいですね。ねえ、すごいっすね。いや、音楽はサッカーされながらずっとされてたわけですか。はい、そうです。中学校の時の趣味はずっとギター弾いて歌ってます。はい、いや素晴らしいですね。新人さん感が全然ないんですよね。透き通ってますよね。ねえ、ぜひ皆さん生で聞かれたいという方いらっしゃると思うので、はいはい、この後ストリートライブもね今日されるということで、はい、何時から、豊中駅、5時から、はい、午後5時から、はい、ありますので、ぜひ、聞きに来てください。その後17日水曜日は川西の瀬口駅、はい、そして23日火曜日はまた豊中駅でされるということですので、ぜひ生の高さんに会いに来ていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。次回はまた26日の金曜日に皆さんとお会いしたいと思います、はい、それではさようなら。